どうも皆さんこんにちは、染谷俊之です。染谷ちゃん TV 始まるよ。染谷ちゃん TV、 今日はですね、僕のパネル展の特典会、はい、やってまいりました。モディさん、はい、久しぶりですね。モディさん、ちゃんとモディでしたね。モディさんでしたね、はい、去年の12月26日以来ですかね。はい、この作品で結構こう皆さんとお会いすることは結構あるんですけれども、こうやってイベントをやるのは9ヶ月ぶりですかね。なんでちょっと緊張してます。すいません、嘘つきました。トークで緊張しないって前回言ってたじゃん。そうなんですよ、あんまり緊張しなくて、やっぱ作品届けるってなるとちょっと緊張するかもしれないです。トークはね、僕は緊張しててもしょうがないなって思う。はい、もう皆さんね、こう楽しんでいただけたらなって思いますね。はい、楽しみです。でもちょっとやっぱりいろいろ今もう始まるんだけど、ヤナちゃんよろしくね。いや、こちらこそです。よろしくお願いします。お願いします。あ、打ち合わせしてるやん。あ、まあ、ちょっとしたいっすね。あと何分ぐらい？5分ぐらい。あと5分ぐらいです。いいっすか。ほんとたまたま。あ、こんにちは、柳沢隆です。柳沢です。はい、ね、今回も MC やらせていただきたいと思うんですか。たくさんいるってこと。ちょっとね、上空いてんね。スイッチ入っちゃってるかもしれない。いや、入れて、入れて。でもとりあえずシンプルにこれぐらいでいくから。オッケーオッケー。なんか逆にこれ聞いてほしいとかってあります？いや、ないないない。あ、じゃあ打ち合わせ終了です。OK。 じゃあもう流れで、まあ、それでね、勝ち越しで決めてもしょうがないからさ。うん、いいよ、流れでいきましょう。うん、我々付き合い長いんですよ。もう13年ぐらい。13、そうですね。ねえ、やらせていただきます。そうなんですか。多分アウンド呼吸でいけると思う。MC は緊張しないでくれ。でも楽しいね、イベントになると思うんで、はい、もうこれ流れる。あ、これ明日明日出しますよ。編集でるくち、はい、寝ないでやるの。はい、ありがとうな、くちな。いいね。体だけは気をつけてな。期待してよ、俺は明日見るよ。はい、期待してるよ。頑張ります。いい、ほんと無理しないで。どうせ明日の編集これからだったんで。あ、そうだったんですか。はい、今日ちなみに何曜日？今日、日曜日です。あ、明日やばい。じゃあ更新日だ。はい、そこそこ、ありがとうな、みち。全然です。そうだったら、どうしました？全然、全然、そのままで。確かに、現場来そうですね。よっしゃ、お願いします。お願いします。一部が始まろうとしています。20分経ってもらうみたいな。そうですね、知ってる方ばっかりなんで、アットホームな感じで出てきてる。20曲だと思います。ありがたい。どうもこんにちは。はい、では、登場していただきましょう。染谷俊之さんです。どうぞ。
はい、本日は僕のパネル展特典会にご参加いただきまして本当にありがとうございます。人前に出るのは久しぶりでもないんですけど出会わせていただきますね。ソメさん、今日はお会いできるのを楽しみにしていました。ありがとうございます。私は黒衣装のソメさんが一番好きです。ソメさんの一番漏れた俺はどの衣装ですか？個人的にね、自分はこの衣装と俺マジで合ってるわみたいな。いや難しいな、うん、ちなみに僕毎回スタイリストさんが用意してくださった衣装大体僕 7,8 割買うんです。お買う確率が 7,8 割買うんですけども、はいはいはい、今回買ったのがガラシャツのシャツを買わせていただきました。はいはいはい、で着たいな着たいなって思ってたんだけどなかなかちょっと僕稽古に入っちゃって毎日ジャージー色になっちゃったんですよ、うん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 、なかなか着る機会なくてもうどんどん寒くなってくるね。今回のグッズ撮影で印象的だった出来事はありますか？もしあればお聞きしたいです。お、印象的だった出来事、まあね、さっきね、4年前はあまり記憶にちょっとないかもなみたいなこと言ってたけど、まあこれ割と最近ですよね。そうだね、うん、まあやっぱり1日で終わってしまったもので、ね、すごい衝撃的な出来事とかあったわけでもないんですけど、はい、熊のぬいぐるみ、うん、がフッチみたいだったな。はいはいはい、はい、今あっちにいるんですけど、あ、いますね、はい、フッチさんもね、そっくりでしょ、熊に、はい、で今回の思い出は熊のぬいぐるみがフッチそっくりだったんで、そっくりだね。ありがとうございます。そっくり平和に終わったってことです。ああ、なるほどね。はい、上半期一番の思い出エピソードありますか？おお、面白いエピソードが聞きたいです。いいですね。あ、なるほど、うん、演劇ドラフトグランプリやらせていただいて、はいはいはい、あのミンゴと僕のずっとのが優勝させていただいたんですけど、はいはいはい、あれめちゃくちゃ緊張してたんです、みんな。あの僕らずっとの最後だったんですよ。だから最初に終わるチームは、チームはID チェッカーズとかもうわって晴れやかな顔してるのみんないいなーってトモールとかといいなーって野口くんとかといいなーって話してて、でどんどん終わってって、うんうん、みんな晴れやかになってウェーとかやっていいな俺らまだ早くあの境地に達してなって思いながらもうみんな緊張して戻って、はいはい、あーでも無事に本当に終わって、はいはい、よかったなと、うんうん、ありがとうございます、はい、ということで、ありがとうございます。はい、というわけで、この後もですね、皆さん、特典会は続きます。皆さん、スタジオの方で、はい、この後 CD が、出ますので、プチしちゃってごめんね。全然全然。どうしようってなりました。しゃべるにもいけないでしょ。ありがとうございました。この曲、佐藤さん、あんま思い出ないんじゃないかと思われたら、どうしようかな。でも、佐藤さん。撮影の一日のそんなすげえエピソードあるとかあるんじゃないか、そのままでお待ちください。お願いいたします。お手元で、いやよかったっすよ、なんとか、まあ、無事にあのお手伝いすることができて、まあ、よかったなと思います。2部も引き続き、まあ、ふわふわしつつにはなると思うんですけど、でも今日矢野さん全然、え、前回より、前回より、前回よりふわふわしなかった、はい。まあ、でも、まあ、僕も、ね、今年36になるので、まあ、ちょっとしたそういったものがちょっと徐々にやってはあるけど、スキルアップといいますか積み重ねてきているのかもしれませんね。多分夢なんて転げ落ちました。ソメちゃん TV、 でこれから染谷に、はい、ズボンの中に突き刺した状態でなんて突っ込まれるか検証したいと思います。あ、もしくは社会の窓開けてみましょうか。女子の社会の窓が開いてた時にちゃんとあ、なんて言うか、そう、ちゃんと指摘してくれるか否かどうか検証します。どうぞどうぞどうぞ、下のスタンバイします。オータムファッションですか？いえ、おいえ、オータム、いえ、オータム、オータム、いえ、それ何色に見えてるんですか？カーキってやつだい。おー、カーキ、合ってる、合ってはいる。秋といえばカーキでしょ？
鏡が遠いの。鏡が遠いの。俺もびっくりして開けた方がいいのかしら。OK です、後で整えます。はい、はい、お願いします。なんじゃおじいちゃん。なんじゃiPhone 14 が出るんだって。14、ね、新しい13 Pro なんだけど、ほぼ機能変わらないらしい。何が変わるの？CPU かなんか1個、微妙に1個増えるか増えないかぐらい、ね、そのぐらいの差です。確かに。マネージャーさんのチャック開いております。よかった、気づいて。よかった、気づいて。あ、わざとなの？いや、なんかどう指摘してくれるんかなっていう検証の動画です、ね、動画でした。映すっていう映すっていう卑怯なだったら。およそ女の子とは思えない。そんな白シャツが良かったね。なかなか気づかなかったもんね。かないえ、ちゃんと指摘するタイプですか？指摘するよ、だってあれそのままの方が良くないじゃん。そうよね。いや、全然知らない人って言わないかもしれない。え、全然知らない人よ、道行く人さ、言わないで。俺の役目じゃない気がする。めっちゃ出てるぜみたいな、シャツが。あ、シャツがね。シャツがね。いや、言わないよ、シャツだったらいいじゃん。え、俺の役目じゃない、だって怖くない。知らない人にさ、いや、シャカ開いてますよって言われる、恥ずかしいっすわ、多分その人。でもさ、ずっと開いてるのも恥ずかしくない？だからそれは俺の役目じゃない、知り合い。でもさ、もう一人でシャツシャツシャツって歩いてる人は、いや、俺だから。とりあえずしまったわ。このままちょっとお客さんところで。やば。自衛兵やばい人だと思う。まあ、全然気づかないもんだったね。ね。ずっとね、黒黒だもん。ずっとこうやって撮ってたのにね。あ、だからですよ。こっち見るもんだって。そうです。まあ、紳士的ではないということで。そうかい。はい。映すという。だって、使えるからね。うん、出しちゃっていい。机に置いといてください。OK。あ、中出すってことね。あ、違う。え？机の。あ、置いとけばいい？はい。これとこれと。うん。OK。準備してもらいたい。ちょっと私を見ていただいていいですか？私を一回見てもらって。何だの人も戻ってますよね。いや、そうだよね。いや、でもずっとってのも無理じゃん。まあ、経済回さないとさ、飲食店の方も困るでしょ。酒飲みて。牛宮城もすぐそこなんですけど。ああ、そうなんだ。でも予約いっぱいで入れないんでしょ。そうです。そうだよね。すごいね。癖なんで、エレベーターとかに直されるとちょっとびっくりする。それはびっくりしますね。そうだよね、怖いよね。やられんのかなって後ろからね。
お願いします。行ってくるわ。いってらっしゃいませ。グッズを購入していただいて本日参加していただけるということで本当にありがとうございます。じゃあ、ね、早速ご本人に登場していただこうと思うんですが、その前にですね、皆さんこの時間にもし万が一体調が優れない方いらっしゃいましたら、近くのスタッフにですね遠慮せずにお声掛けいただけると、はい、お声掛けしてください。よろしくお願いします。というわけで早速、本人に登場していただきたいと思います。では染谷俊之さんです。どうぞ。ちなみにご自身のパネルもあったんですけど、パネルとなんか記念撮影とかも しました？いや、まだなんで。じゃあこの後、まあ今日最終日やったけどね、うん、あれって等身大？等身大ですか？ちょっと並んでみないとわからないんだけども、うん、俺の方がスタイルいいかわからない。ああ、そうだね、そうだね、うん、その辺をじゃあ見比べて、うん、じゃあそうだ、この後ちょっと写真撮りたいと思います。はい、はい、はい、お願いします。そう、地域で2022年残りの期間でやりたいことがあったら教えてください。おお、まあそうですね、考える時期ですよね。確かにね、今の9、10、11、12、もう3、4ヶ月ぐらいしかないわけでしょ。はい、なんだろうね、ご自身的にもなんかこう、いやでもやりたいこといっぱいあるよね。その中からじゃあなんか一つ選ぶとしたら、でも可能ならバイクの免許取りに行きたいんだよね。バイク、うん、意外、すごい意外。結構興味あるの、そのバイク。かっこいいじゃん。いや、まあ、まあか、まあね、かっこいいことは間違いないんですけど、あとはやっぱ仕事に活かせるっていう、例えばなんかそんなないけど、バイク乗るシーンとかあったら自分で運転できるのはかっこいいじゃん。まあ確かにかっこいい、確かに胸付いてる方何年かいらっしゃいますけど、でも俺車の免許取って、はい、3年前ぐらい車の免許取って、いざ車のシーンになりますと、俺は免許取ったんだぞ、俺は全然運転するぞ。今の時代って全部牽引なんですよ。自分で運転することってなくて、コンプライアンスとかいろいろあるんですって。自分が運転することなくて、全部牽引、これが運転することほとんどない。なるほど、リアルフェイクでちょっと運転してくるこのぐらい運転してくる。一応それでもあんま行かせてない。行かせてない。染谷さん、ありがとうございます。パネル展、今までの写真がたくさん見れてよかったです。千景さんのお衣装を近くで見れて感動しました。首元と結構厚手でしたが、うん、厚くありませんでしたか？ありがとうございます。まあ、僕は、うん、タートルネック NG なんですよ。それはそのどういった理由、なんか嫌なの？パニックになっちゃうんだよね。お話いただいた時に、このビジュアル面接で言われる時にめちゃくちゃタートルネックで、もうマジかと思って。でも結構その薄手でありがたいことに、首もキュッてなりすぎてないものだったんで、本来だったらいいってなりますけど、さすがにいっぱい着てたんでめちゃくちゃ慣れましたね。だからあれぐらいの厚さだったら大丈夫って感じです。なるほどね。で、またちょっとまだ 中身も少しちょっとなんか工夫されていたから、そう、がっつり、やっぱたくさん動くので、がっつりのそのニットじゃないというか、なんか着やすい素材に着ていただいたので、まあ大丈夫でした。大丈夫でした、はい、本来は、はい、タートルネック NG なんで皆さん覚えておいてくださいね、はい、こんにちは。こんにちは。パネル展に出ている衣装でここを見てほしいポイントはありますか？お、どこだろうね。続いて、あ、でも僕が一番好きなのはこの黒い衣装ですかね。はい、はい、ちょっと大人っぽい雰囲気なのかなと思って、はい、アクリスタンドって今最近すごくありますよね、はい、なんかよくお写真いただくんですけど、僕のアクリルスタンドと一緒に置きましたってやってるのを見るとちょっと微笑ましく思ったりするんですけど、この衣装がとても気に入ってて、はい、これですかね。これでもあれですかね、キーホルダーにもなってスタンドにもなってる。そうなんです、ありがとうございます、はい、あ、すごいすごいすごい、立てられもするんで、はい、というわけでありがとうございます。はい、というわけで、この後もですね、そうですね、結構もっと喋りたいこといっぱいあるんで、そのぐらいがいいんでね、はい、全部そう。
このぐらい、あ、もっと楽しみたいのになって思うぐらいが全部、旅行もそう、仕事もそう、全部そう。なんこれ着やすそう。ちょっとスナーの T シャツが詰まっちゃいますけど、ちょっとこれ一回ちょっと止めるように締めますね。すみません。これ暑いと思う。ジャケット少しさっきのより緩く暑いと思うんですけど、大丈夫ですか。あ、いい緩かな、はい、ジャケットもいいですよね。いいですよね。そう、そうなんですよ。すごい、ありがとうございます。お願いします。多いですよね、これ。じゃあ、そういつものね、サイズなんですけどね、アシックスってちょっとだけちっちゃいんですよね。アシックスなんですよ。うわー、やば、かわいい、かわいい。なんかでも浅そうだね、走ったら走れなそう、うん、あ、でも全然そこはないんだけど、ただ俺はつまずきうん、本当心苦しいですね。あ、全然その顔のイベントのぐらいは持つぐらいこうなってるね。これで歩くってなったら知ってるけど、まあ、ちょっと、え、かわいい、かわいい、めっちゃ高いですか。まあ、スニーカーよりかはちょっと高いぐらいですけど、そんなバカみたいな値段じゃないかったと思いますよ。多分1万8000円とか、売りにはそんなもんだと思いますけどね。かわいいですね。靴ってこんだけおしゃれな靴と まあそうだね、1万8000円で靴ってしかもずっと履けるから、うん、1万8000円は安いんじゃないかなって思うんですよね。しかも今日家がすぐ手にお持ち帰りいただける。買ってくれるんですか。え、俺は買う。え、ありがとうございます。誕生日、すみません、2月7日です、はい、全然いいですよ、前払い、前借りダメだろ、前借り誕生日特別感が。じゃあ、それ行ったら買ってもらえるってこと。あ、そうだね、もういつ、今月で、今月何日です。肉の日。肉の日、うん、9月20日。あー、でも似合わないんじゃないですか細いから似合わないかもね。まず大きさが無理。どうだよ、大きさが無理いや、俺肉でいいんで。あなたは履けないいや、肉でいいんで。だからあなた肉、くち誕生日いつ。11月10日です。全然違う。11月10日に着やがる。じゃあ、はい、3分最後ですね。あっという間ですね、今ね、1日は。そうですね、トークして、チェキ取って、トークして、チェキ取って、トークして、チェキ取って、あっという間だよ。今日10時ぐらいに入ったんだけどさ、はい、今も18時でしょ、はい、もう8時間ぐらい5人でしょ。そうですね、そんなね、こういうイベントの時とかってマジで時間の感覚なくなるよね。そのぐらい楽しくて充実してるってことだね。はいね。でも本当に今日は早く感じてますね、自分も。あ、本当、フッチーも、はい、っていうのがね、嬉しいね。で、しばらくちょっとイベントもまだ予定はしてない、まあ、やるかもしれないけど、予定はしてないから、ちょっと噛み締めた最後ね、はい、やっていこうかなと思います。今日も服買いました、いろいろ。これ買いました。これと、あと用意してもらったんですけど、ちょっと着なかった衣装をちょっと買わせていただきました。ここはもう、スタイリストさんからしか服買ってないです。岩田商店、うん、岩田さんからしか服買ってない。あの服屋さん行くとかないの。行ったアディダスショップかなって感じ。でもさ、一番間違いない、だって僕に合う服を用意してくれてんだよ、はいはい、それ買ったらさ、間違いないですね。サイズとかも合うしさ、似合わないとかってあんまないわけよ。間違いないわ。で、自分のセンスはどんどんなくやってくるよね。自分が選んでないからさ。たまに難しいのは、はい、雑誌の撮影とかで用意してもらっていただいて、はい、で買って、でその雑誌が出る前よりもなんかメディアに映っちゃいけないから、はい、すごい気使う。まあ俺のせいなんだけど、この服はもう出たっけなみたいな感じになる。これはもう出るから大丈夫。今度じゃあ、うん、なんかユニクロか GU やってみます、久々に。あ、いいね、久々にって初めてだけど。そう、なんか買うのがあって今言ったから。ああ、なるほどね。だからユニクロで1万円とか、いいんじゃない。
クロで服か。はい。とかまあ GU とか。GU とユニクロは一緒じゃないの？系列？だってユニクロの中に GU あるじゃん。絶対に。これも買わないんで。絶対ではない。絶対ではない。あ、そうなんだ。それは GU。あ、そうなんだ。行ってくるわ。はい。行ってらっしゃい。お願いします。ラストですね、とりあえず篠原の染谷からモノマネを引き出せるようなモノマネを引き出せるような振りを。そんなコーミッションできないよ。星5レベルお願いしますよ。お願いします。新しいネタがあるから。新しいネタあります。あります。あるあります。何すか。いや、言えば分かるね。モノマネって言えばいいの。最近なんか新しい、いや、最近なんか新しいの見つかりましたっていう。モノマネ、はい。なんかさっきのチェキとかこれがやたら多かったんですけど、なんすかって。これ、あ、チェキのポーズ、チェキの不思議なポーズ、こういうのが多かったんですけど、なんすか。なんすか。から入ればいいんですか。から入って、はい、なんか最近新しいのあるっていう情報を小耳に挟む。まあ、確かに今までいろんなね、これ、さすがだけど出てきたってことですね。わかりました。そこもぶっ込めばいいです。はい、了解です。または最後の、あの夏を感じたいってことでセミのモノマネとか。もう何でも、はい、頑張っていきます。拍手してください。運動会みたいなやったりってすごく楽しかったんですね。そういうのがまたできたらなって思ってます。はい。で、今考えてるのは、まあ、ご時世が許されるならですけど、あのみんなで温泉旅行とかいいなって思ってて。はい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 。青の力士じゃない青の、あれもう拍手もまばらなんか多分今ちょっと一瞬でも今思ったら違う。旅行はハードル高かったか。そっか。そうだね。いやそんなことだからバスツアーとかね、うん、いいけどね。バスツアー日替わりなのかな、わかんないけど、うん、で、なんかね、例えば温泉行って、はいはい、こう宴会場でみんなでウェイっていうのも楽しそうだな。いいっすね、うん、いやもうぜひぜひ、うんね、やっていただいてね、うん、ご時世が落ち着いたらちょっとできたらなと思います。いや、ってことはもう来年もしかしたら。染谷俊之様に質問です。私はエーステ春アクト2からファンになったのでパネル展に衣装が展示されていて驚きました。千景さんの役作りのためにアプリゲームのストーリーなどは読まれたりしたのでしょうか。これからの千景さんにとってとても、期待しております。もしよろしければご回答いただけますと幸いですとのことです。ありがとうございます。確かにエース3からあの僕のことを知ってくださったっていう方結構多くいらっしゃって、うん、はい、まあ、役作りそうですね。あ、アプリゲームやらせていただいて、その今回携わるそのストーリーもやらせていただいて、はいはい、で、まあ、先にゲームやって台本をいただく前に、だからあ、ネタバレちょっと気にせず言うと、どうしたやっぱこのね主人公がいない状態でずっと進むんですよ、エーステって、はいはい、すご
く緊張しましたよ。暗転板付きしてここにライトがあって暗い中喋るんですけれども絶対噛めないし結構周り何も見えないしぼやーってついてくるし僕がセリフ忘れようもんなら誰も助けてくれ僕一人しかいないから結構ドキドキしてしまい、はい、あでもこうやって演出するんだとかスイさんすごいなって思いましたけどね、はい、はい、ありがとうございます、うん、まあ綺麗なし、うん、パネル展で展示があったずっともの公演が今でも忘れられません。優勝できた勝因やずっともメンバーとのエピソードなどお聞きしたいです。いつか再演があることを願っています。ああ本当にね、ありがとうございます。ね、本当こういうね最近の作品とかずっと喋りたいなってずっとどっかで思ってたんでこういう質問とっても嬉しいですね、うん、はい、優勝できた勝因、いや優勝できた勝因はやっぱこうメンバーに恵まれたなって思いますね、うん、やっぱずっともに恵まれたなって思いますね。チームだけ、はい、はい、まあ、僕がメンバー選ばせていただいて正樹さんも選ばせていただいてそのともるとかじゅんとか唐井さんとかゆうことか選ばせていただいて本当とっても素敵なメンバーになったなって思います。で、まあ、正樹さん僕が指名させていただいてでありがたいことにそのちょうど ASE の稽古3月から入るからこれ密にお話できるねということで正樹さんと一緒にこう何回かお話しさせていただいて正樹さんは結構僕の意見すごい尊重してくださってどういう作品にしたいっていう聞いてくださって、はい、で僕が考えてたのはまあでも脚本とか演出されるのは正樹さんだからあんまこう無茶なこと言えないなと思いつつ一応要望だけ言おうと思ってテーマが地図ということでパッて思いついたのが伊能忠敬だったんですよ。測量で日本地図をすごい正確に作ったのがパッて思いついて伊能忠敬いいなと思って伊能忠敬をだから唐橋さんにやってもらってっていうのもすごいで最後大きな地図とかできたら結構感動するんじゃないかっていう話を松崎さん僕が提案したんですよ。そしたら松崎さんすごいもう20分以内にあんな素敵な脚本作ってくださってすごい20分、うん、はい、でもそれはでも本当みんなのおかげで優勝できたなって思いますね。でなんか最後こうやって布をバッと上げたりするじゃないですか。あれも別に予定なかったんですけど唐橋さんがなんか以前その演劇やった時に布をやったらすごい綺麗に上がってこれじゃあちょっとやってみようかって、うん、みんなで家族持ってバッとすごい綺麗に上がってさ、わあこれ勝てるかもわからない勝てるかもわからないって思ってその時にいけるぞこれはいけるかもわからないってその演出部の方も、うん、あ布にもっとそのカドッチョに重りつけた方がもっと高く上がるんじゃねって言ってカドッチョに重りつけてくださいって言って重り出してくださいってバッとうわーって上がったわーこれ勝てるぞ勝てるぞってすごい結構ね盛り上がってすごいね。いざさ入ってみたらさ上にモニターあってあれこれ当たんじゃねえって言ってなくてうわってやった時にこれ当たんじゃねえみたいな感じあって、うん、あまあでもギリ大丈夫だったんだけどうんうん、はい、ギリだったんですね、うん、もしかしたらそこの高さがね足りなかったらもしかしたらなんか、うんうん、そんなその稽古中に演出部が教えてくれるべきじゃないそれはまあそこでもギリ大丈夫だったんだけど、うんうん、で本当周りに恵まれてたなって思いますね。はい、ありがとうございます。ちょっと貴重な話。はい、はい、ありがとうございます。はい、というわけで、ではね、皆さんこの後も、時計からまだまだ、もうあっという間にトークも終わりました。はい、終わりますので、この後ですね、マイク落としちゃった。ガッツン。ね、びっくりした。収められてるから、はい、あの時の音が聞こえる。本日短いお時間でした。これはバーテンダーさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。やめときますからね。よくないわ。落としちゃいけないっすよ、絶対。今日のチェギ、はい、最後楽しみたいと思います。ちょっといい。何？どんな？いや、
あ、でも等身大ですね、ちゃんと。はい。どこでもいいんだよ。あ、すごい。薄いじゃん。あ、でもまたいい。シュもはや。あ、もはやいいよ。あ、まだ大丈夫か。あ、大丈夫。はい、ということでね、僕のお金当ての展開が全て終了しました。トークがあり、チェキも取らせていただいて、とっても楽しかったなって思いますね。一人ずつこうやってね、接する機会って改めていいなって思いますね。あと、流行りのチェキのポーズとか知れてよかったです。こうやってね、あ、サシャがあと流行ってあとこう、ハートするの俺が無視するとか、すごい、最近の流行りが知れてよかったですね。これとかもなかったですか。これはあった、あった、ルダハートかなんか、うん、あとソメジャン TV 始まるようやってくださいとか、あとルナハート、ルナハート、はい、すごいね、最近のポーズというのは。俺は新しいポーズ生み出した、サシャこれよかったね、やってみてよ、くれよもう本当ね、皆さんと接することができてとっても楽しかったなって思います。またこういうイベントがね、できたらなと思います。その時は皆さんぜひ参加してください。ということで、ご視聴くださった皆様ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、そして高評価ボタンの方お願いします。それでは皆さん、いい夢見ろよ。